こりおはっこりみんな、うわーい、みんな来てくれてありがとう。私の急なゲリラな配信、ゲリラな配信に来てくれてありがとう。IKKOさん結婚してお疲れ順番ちゃうやろよく寝すぎやろ。どう好きなの、私と。なんで結婚したいの。あやとさんかわいい、あやちゃんあやた、あやとさんにありがとう、あやとみたいな。みやんこ先生ありがとう。コンペイト楽しかった、私もめっちゃ楽しかった。声出しやばい、そう声出しちょっと軽く声出しだったんですよ。面白かった、楽しかった。あーまーもー、ほうらくまんじゅう、うまほうらくまんじゅうが食べたい。ほうらくまんじゅうが食べたい。ルタくんありがとう、ありがとう、ありがとね。北九州最高。浜田市八一ハートありがとう。キヨニーありがとう。餅みたいなやつ、あ、ごめんなさい。ほうらくまんじゅうが美味しかった。めちゃめちゃあの眠なんです。実は今日は行きのあれも、行きの新移動も帰りの移動もちょっすぐ爆睡したスタ。バンジューは4個でそうストップしたけど、多分私10個ぐらいいけると思う。白あんはほんと5つぐらいいける。モビさんレインボースターありがとう人生方向おじさんコンペイトありがとう。そんぐらいめっちゃ美味しいんよ。しっちょう、みんな美味しさしっちょる、美味しさ、あのし美味しさ、あの本当に美味しいの、やばい、うん、そう実はあの今日の帰りちょっとだけお買い物をして、私ずっと、あのちょっとちゃんとした帽子が欲しくて、なんかキャップがずっと欲しくって、私実はキャップ買ったんですよ。私見てください、ちょっとサイズがあれなんで、ちょっとそう最初はハーフツインしてて、で次にツインテールしようと思ったけどなんか違うなってなって、普通あきめちめちめあした、今の解読してくださいそう見てください。え、そうだよ、あっという間、え、小倉で私、え、ぺちゃんと小倉デートしたいなって思った、うん、え、ぺちゃんと私ぺちゃんといっぱいデートしたいと思った。ぺちゃんと小倉デートしたいと思った。浜谷さんハートありがとう。え、ほうらくまんじゅう、え、あげたい。マジでみんなにいっぱい食べてもらえて。いくよ。私が今日買った。今日買いました。いきまーす。かわいい。じゃじゃーん。なんかじゃーん、わからん、なんて書いとんかね、見えます、こう色がかわいいんですよ。ちょっとなんか何か言う、色がかわいい、似合ってる。りょうだいさんかわいい、ありがとう。うサニーパンって何。私は三日月のクロワッサン、小倉楽しかったね。メイちゃん、うん、メイちゃんかな。メオ or メイ。ハルルンさん、チューリップありがとう。可愛いよね。このちょっと青い色がすごい私的にお気に入りで、でもこのな解読風のメイかな、メイの
刺繍がぷっくりしてるのとピンク色なのが私的には超お気に入り。なんかかっこいいアングル。ハロー、ハルルンさん、かわいい、ありがとう。キヨに似合う、ありがとう。あゆみさん、ありがとう、レインボースターね。なんかデニムっぽい生地なんかな。私絶対今年はあのぴゃちゃんと尾道にも行くし、やばい、そうヘッドフォンと合うんですよ、愛用ヘッドフォンと。あの絶対尾道にも行くし大久野島にも行くから、ちょっとこれ被っていきたいなって思って彼にした。ぴちゃんのおたぴぴちゃんにいろいろ案内してもらって、ぴゃちゃんのおたぴぴちゃん素晴らしい。なんだろう、これアットマークって書いてある。のりみおさん、お疲れ、ありがとう。読んだっけ。人生方向にさん、コンペートありがとう。フォーユーさん、ハートありがとう。パロプンテさん、レインボースターありがとう。マンハッタンつまげないね。ね、アットマークどこのあれなの、あれ R、 あ R、 R まる、ちょっとかわいいんじゃない。ねんねん、キャッチメン、やばちゅばんりんだ、ホニーチェメムディカー、ポニーネンニー。今作った韓国 K-POP 風音楽ごめんなさい。いっこうさん、いいね、ありがとう。アンチャムナメティポチピーポニナプチポーリカリポコピニャナ。以上です。以上です。ちょっともうね、いっぱい汗かいて、なんか今日なんか私多分今日ちょっと縦に長い顔してる。ポニマンとか、あ、何なこと。すごい、待って、タワー当たった、タワー当たったわ。え、メールはスポーツとカルチャーが入り混じるカリフォルニア州からのブランド。え、めっちゃいいじゃん、カリフォルニア。私 I love カリフォルニアね。マジ。レインボーマンさん、ハートありがとう。 My God、 マリさん、タワーありがとう、優しい。もう私のこと大好きじゃん。いっぱい目あったんよ。そう、いっぱい目あったんよ。やっほー、スポーツ、え、ちょっとお気に入りになりそう、このメイお気に入りになりそう。スポーツとはなんかカルチャーのカリフォルニアみたいな。かわいいもんこれ、中もかわいい、見て。メイメイは日本語で泣いたという意味がある。泣いた。泣いた。めっちゃおもろいじゃん。かわいいよね、ヘッドフォンも。ごめんなさい。え、やっぱかわいい。これ、めっちゃいいわ。ちょっと春の訪れ感じてる、私今。しんのすけさん、コンペットありがとう。ようくん、レインボースターありがとう。ようくん、お疲れ、ありがとう。かわいい、ありがとう。ありがとう、ハッピーセット。え、マリさん、タワー立てたわ。マリさん、タワー立てたわ。ようくん、コンペットもありがとう。すごい。私への甘いもの差し入れ、ありがとう。コンペットの差し入れ。なかなかないやろ。あるか。ある。差し入れとかめっちゃ嬉しい。どこに直したっけ。あら、ポチ、はい。ぴゃちゃんと野道のデート行くときは絶対かき氷一緒に食べようって誘うんだから。よいしょ、ごめん。ウォーキングしてそう、確かに。いや、めっちゃ可愛いね。でもまだ黒とか白とかベージュとかも欲しいんですよね、キャップ。ちょっとなんか今まではバケハとかにハマってたんですけど、今はなんかキャップがちょっと熱い、私の中で熱いですね。いやん、ありがとう、まゆさん。いや、マジでほうらくまんじゅうが食べたい。ほうらくまんじゅう発作ってか、こう、
理かもしれん。私崩落まんじゅうが食べたい。黒なら YG?JY パークみたいな、なんか絶対違う、 JYP みたいな、全然違う。 YG って言うんですか。あ、崩落まんじゅうが、ベージュとか絶対可愛いよね。 YG キャップ、ほらやっぱなんか事務所みたいなの書いてる。キャップ、あーこれか。あーごめんなさい、あちょっとごめんなさいとか言っちゃった。なんか私こういうの違うんですよね。なんかあのそう、なんかNY みたいな書いてたりするじゃないですか。ちょっと違うよな。あ、カズサさん、カリンと間違えた、コンペと、なんか発音よ、コンペとありがとうあー、そう、崩落まんじゅうくださいです。そう、私スニーカーも今欲しくて、ちょっとそう、ちょっと 春服が欲しい。ルンルン、あ、カズサさんありがとう、ありがとうありがとう、こちらこそ。みんな来てくれてありがとう、本当に。なんかさ、待って、マリュさんがなんか書いてたんだよ。あの、リコチ以外の記憶、関門海峡に流してきた。どういうこと？なんか何があった？ミルクフェド可愛いよね。確かにミルクフェドのキャップちょっと考えよう。ゆで卵作った。崩落まんじゅうが食べたいかも。もう無理かも。本当に私崩落まんじゅうのあの美味しさがすごくて、もう最初食べた時出来たてだったんですよ実は。うん、あのか、あ、やばい、マネージャーさんがちょっとかマネージャーさんがあの出来たてを買ってきてくださって、でそれでわーいって白あんにまず向かっても、出来たてほやほやの白あん、やったー、熱々だー、やばいね。じゃあピチャピチャピチャ、あー、とろとろピチャピチャピチャって何とろとろってなって、めっちゃ美味しくって、もう忘れられないの、出来たて。うーん、食べたい、食べたくて苦しかった、今苦しくなってる。かげろうさんありがとう、やばい、食べたい。なん、え、うーん、敵に回すかもしれん。もうね、もうね、あんこ系のどのお土産より崩落まんじゅうが一番美味しい。なんかあの皮がもちもちしてるんですよ。もう全然どの今川焼きよりももちもちしてて、で白あんがとろっとろなんですよ。もう、あー、食べたい、めっちゃ美味しかった。びっくり、私今までのそういう今川焼き系、大判焼き系のお菓子ってまあめっちゃ普通に好きなんですけど、もう今以上にあの崩落まんじゅうが一番美味しい。もうびっくりするほど美味しい、本当に食べたい。もうね、びっくり、感動したの。まず衝撃だった。何これ、本当にびっくりした。何これ、びっくり、本当に。なんか落とした、あ、ただのイヤホンでした。あ、めっちゃ美味しかった。あれ、待って、なんかタワーが、待って、すごい、あれや、おひな様とおだいり様や、めっちゃ可愛い。タワーが立ったわ。2個セットで立っとる、すごい。まだ黒あんしかまだ食べてないけど、めっちゃまだやん、めっちゃまだ使うどっちがおすすめ。ごめんなさいけど白あん、私は白黒白白の順番で食べた。白を食べてうまーってなって、黒を食べてうん美味しい、白を食べてうまーでしまた白を食べてうまー、やばい、白は何度食べてもうまい。黒は普通に美味しいけど、白のあのあんのトロトロさがもうネギトロ超えるほどトロトロ。でもネギトロが一番好きだけど、私本当にあのラストサパーのラストサパー、最後のシバンさん、ラス落ち着いて、一旦落ち着こうかあ、皆さん79日連続配信ありがとうございます。もう一番美味しい、もうラストサパーでは私は絶対に崩落まんじゅうとネギトロと雪帽子の
かき氷だし、絶対今もう第3位ぐらいまで来てる。でも焼きたトロトロのマシュマロも好きだからちょっと譲れないけど、いちご飴も美味しいから譲れんけど、えでも、はあ、ほうらくまんじゅうの白あんを1ダース絶対言うわ、1ダース絶対最後の晩餐で私は絶対食べるって決めた。もう今日もう本当に私の美味しい大好きものランキング、本当にめちゃめちゃ熱弁してる、大好きなものランキングがもう塗り替えられた。本当にもうもう本当にいえいえ本当大好きになった、やばい、ほうらくまんじゅう発作です、やばい本当に、ごめんなさい、もううるさいね私。あ、熊本銘菓なんだ、福岡に住んでたけど知らんかった。マジでこの美味しさを教えてくださったマネージャーさんにちょっと感謝する。これはちょっとごめんなさいけど感謝する。いいところだね。九州っていいところだね。私九州一周したい。夢は九州一周。へし、へい。てんてんてん。いやー行列だったんだ。ねっちゃんレインボースターもありがとう。タワーがいっぱい立ったわ、ありがとう。めっちゃ可愛いねこのお代理様とおひな様、2人もいる。私やばいね3月。嬉しい、私あの今広島にあの山口のお家だったらママがおひな様とお代理様飾ってくれるけど、そう飾ってくれたけど、でもあのこのお家ではおひな様美里さんぐらいしかいないので美里さんおひな様みたいに飾ってるので、そう嬉しい、ショールームで 私のおひな様女の子の日お祝いしてくれてありがとうございます。明日買いに行ってみて、本当にあのねパクじゃなくて割って食べた方が美味しいと思う。割って白あんのところからハムといった方が一番美味しいと思う。本当にその食べ方を私はおすすめする。ハルルンさんいいねありがとう。いやめっちゃ幸せだった、めっちゃ幸せだった、みんな本当に本当にほうらくまんじゅうは白あん大好き、めっちゃ美味しかった。友達コレクションであげたら踊るレベル、もう本当に本当に踊るレベル、もうドームツアーしちゃうレベルドームツアーしちゃうレベル、本当にドームしちゃう、ペイペイドームからあのどっか、やばいやばい、お代理来た、お代理呼び、やばい、本当にもうペイペイドームからあのどっかのドームまで、なんでペイペイドームなの、まあ、福岡県か、もうどっかのドームまで私は回るレベルで、ほらくまんじゅうもろたら本当にもうドームツアーしちゃうレベルで大喜び。本当に美味しいの。しょっぱいものだったらネギトロ選ぶし、私やっぱトロトロしたものが好きなんだな。しょっぱいものはの第一はネギトロで、甘いものの第一はほうらくまんじゅうになっちゃうぐらい美味しい。冷めたら揚げほうらくまんじゅう、揚げるのか、でもあったかいの美味しすぎ。確かに萩の月とか月で拾った卵とかもみじまんじゅうとか東洋菓もめっちゃ美味しいし、やっぱ私あんことかトロトロ系のお土産大好きなんだろうな。私ごぼ天うどん、九州ってごぼ天うどんも有名なんですか。すけさんうどん私大好きです。私大好きです、食べたことある、すけさんうどん大好きです。食べたことある、あるあるある、下関で食べたすけさんうどん、あとめっちゃめっちゃ好き、本当に落ち着こうね私。私本当九州一周、九州一周した。 IKKO さんか、お代理投げたの、 IKKO さんありがとう。興奮してる、 excited、 excited、 やばい、田舎帰ったら買ってみて、買ってみて、ちょっとお代理読み草ね。ハムラシハシイチありがとう。コンペイト、バリそば好き、バリそば好き、バリそばよねあれ、私が思ってるバリそばとバリそばって一緒よね。生地に蜂蜜が入ってるからしっとりしてるんだ、それ大好きやわ。いや本当に大好き私。そうなんだ、だから私好きなんだ。私蜂蜜が好きなんですよ、だからあんなもちもちしてて美味しいんだ。だからだ、いやほうらくまんじゅう大好き。
当に馬刺しも美味しいんだ。スケさんうどんでごぼ天うどん食べるよ。わからん、肉うどん食べたかもしれん。スケさんうどんって、私肉うどんが好きなんよね。ちょっと落ち着こうか。いや幸せだったんだもん。カゼさんレインボースターありがとう。しかも北リバーウォーク北九州楽しすぎた。いっぱいめちゃめちゃ、第一部めっちゃ間違えて、なんか口の中に毛入ってた、なんか喋りすぎて口の中に毛入ってたんだけどごめんなさい、一旦落ち着こうか。あー美味しい。美味しいじゃなかった、間違えた。いや、ほうらくまんじゅうの記憶で深呼吸しただけで美味しいとかやるようになっちゃった。あやとさん可愛い、ありがとう。え、そう、え、なんかあのペダルの太ぎもに思って立ち止まりとかで走る順番とかめちゃめちゃ間違えて、私だけ早めに走っちゃって、早めに到着しちゃって、ちょっと気まずい瞬間を私はファンの人と目があって、え、気まずいねみたいな感じに似合ってしまう伝わるかなやっちゃったんだけど、楽しかった。2部目、その14時からのステージはマジで出し切った。いや、エアホーラクまんじゅうしちゃった。あ、ペちゃんのおすすめ肉ごぼ天うどんなんだ。え、肉うどんさ、甘さいいよね。私さ、甘い肉うどんが好きなの。ママの肉うどんが一番おいしいんだけど。そう、ぶすきさんうどんいいね。え、北九州に行くきっかけくれてありがとう。ああ、ビッグハグ、ビッグハグですビッグハグです。え、そう、え、髪飾りがね取れたんよ。そう、え、そうなんよ、髪飾りが取れて、私どこに入れた、ビロンビロンになっちゃってまあまあとかなっちゃったんですけど。そう、もうすぐ21歳です。ごめんね、21歳でこんななんかヒヨヒヨしてて、うん、いいね。リコチ、今日も感情とテンションと表情の振れ幅がすごすぎて Goodness of the Lord Thank you。 本当に可愛すぎてやれん。私も北九州大好きにさせてくれてありがとうすぎる。大好きな人のセンター見るとなかった、嬉しい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そうよ、そう、そうよ、そう。え、どこにも入れるとこなかった。え、この落とした髪飾りを、私は上手にいたから、下手にいたら私あの預けられたんですけど、上手にいたから、そう、やばい、どこにも置くとこないって思って、私はもう こん中にこん中に入れました。こん中に入れてなんとか持ちました。そう、そう、もう髪飾りがうーんとかなって、ブン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 みたいな感じになるんですよどういう何事、ブン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 みたいな感じになるんですよ。そう、だからうーんと思いながらぐしゃ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 ってして、うーん、これ可愛く、せっかく可愛く髪飾りつけてもらったのにって思ったけど、ブン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 になるから、 MC 中にピーって取ってパーンって入れて踊った、大好きな人そう、大変だった。18歳くらいだと思ってた、うん、多分だけど、心は多分5歳だと思うんだよね。なべなべ所長、コンペイトありがとう当たった、そう、うん、え、下手でも上手で、え、よかったよね。え、なんか、うん、どっちもよかったよね。上手なら預けられたけど、そう、入れ、そう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 、ね、大丈夫だった。そう、やばい、あ、じゃあタバのお礼するわ。ちょっとマリさん、え、うん、私が21歳でなんかちょっと老いを感、老いを、え、リコチおばさんになってるじゃんみたいな、そんな風に思う、みんな大丈夫だい、え、なんかき、なんかさ、ちょっとなんかギャップ、なんか、え、みたいな、リコチは17歳とかくらい若いかと思ってたのにみたいなさ、ならない、大丈夫なんかこいつフリーな、古いなみたいな、なんかそんな風に思わない、大丈夫。え、私はまだ自分のことを、多分だけどまだ若いと思ってるので、うん、まだ若いと思ってるけど大丈夫。え、でもさ、さすがにこんなさ、なんかさ、へ、なんかちょっとピチピチしてる、ピチ、なんかさ、私ってさ、うん、若い、え、でもさ、こんな落ち着きのない21歳でさ、ってなる、ならない、大丈夫。え、自分より年、え、そう、お姉さんよ私。え、どうしようね、大丈夫。あ、40過ぎてからね。テンション、え、ちょっとテンション高いよ、だって、え、だって今日めっちゃ楽しかったもん。
だってまだほら、あ、だって新しいキャップも買ったし、え、私はあのこれにあのトレンチコートを合わせて、ちょっとなんか水色のローファー持ってるんですよ。水色のローファーなんて合わせたら絶対可愛い。スニーカーとかでデニム履いてルンルンって歩く私。いやー楽しみー。あのね、私ね、ぴゃちゃんとのぴゃちゃんとのデートでデートの服も決まったわ。それにする早っ早っ。21歳やばいよね本当に。でもさ1年って長いね。だってさ、私さ入ってきた時17歳だったじゃん。17歳のリカチカと工藤リカです、はい、お願いします、はいはいみたいな、うん、おしゃべりもまだつけてた、まだつけてるけど、うん、大丈夫、まだティーンでいける、え、幼稚園児みたいでかいです、ねねね、本当に許されないよねこんなことしてる21歳って。うーん、服の前に日取り早く来ました。え、もうね、あのね、最短コースで決まってってるから楽しみなの本当に。え、葵さんって、え、思った1歳差よ、だって私と。だけどあんな、なんか何、美しさ麗しさすごいよね。トレンチコートいいよね、絶対いいよね。ちなみに美穂からもらったトレンチコートです。あー、そう、美穂からもらいました。そう、ズーデスさんありがとう、コンペイトありがとう、ありがとうコンペイト、はやタワーのお礼かけやごめんなさい。いや自分に言ったんよ、コメント読んだわけじゃないけ、そんななんか煽りコメントとか来ないよ私。リコキー、確かに私、え、私絶対可愛いおばあちゃんになる自信しかない。え、私本当に孫おるんかな絶対孫に、おばあちゃんみたいな、私ひいおばあちゃんに、ひいおばあちゃんみたいな、絶対私孫にバーバーって呼ばせて、バーバーみたいな、なーに孫のことまで考えてんのやば絶対可愛いおばあちゃんになる、私絶対可愛いおばあちゃんになる自信しかない。ニシンのパイ、え、あれ嫌われるやん、私おばあちゃん作るニシンのパイ嫌いなのよねみたいなるやんまたおばあちゃんからニシンのパイ届いた、パーティーにはもういらないのよねみたいな言われちゃうじゃん、言われちゃうじゃん、タウザンド、うん、今のリコチが大好きだよ、優しい、ありがとう。今日タワーマンション、タワーマンションタワー祭りって言うとしたらタワーマンションってちょっとどんだけタワーマンが好きなの。りょうたくんありがとう、タワー、え、ありがとう、タワーありがとう、いっぱいいっぱいね。私渡辺美雪さん好きです、名前で呼ばさないの、確かにリコちゃんって呼ばさせようかなそんなおばあちゃん やけ、タワーマンションってタワーマンション、え、テンション上がるよ、え、きの、え、そうなの、そうなの、そうなの、え、いや北九州最高すぎん、私さ絶対ぴゃちゃんと北九州デートするって決めた、リコちゃんばあば、孫にリコチって呼ばせそう、孫にさ、おばあちゃんね若い時はアイドルしてたのよとか言うのよ、やばくないかお年玉とかたくさんあげちゃう。ケンタッキーさん、お餅みたいなやつありがとう。タワマンは立ってません、タワーだった、タワマンは立ってないねっちゃんレインボースターありがとう。うん、え、ダンスとか踊っちゃうよおばあちゃんでキレキレなのに。でも私が怖いのはあのダイエットのせいで骨粗しょう症にならないかが不安です。本当にそれだけが不安。大丈夫だよね、大丈夫だよねって不安になってんの、それだけが不安。大丈夫よ、腰痛め、だよね、たくさんのわたぴぴちゃんに求婚されたわ。え、なん、え、なん、え、
求婚された？あ、そういうことか。 あなたが求婚されたのか。私がね、いや若い頃は私たくさんの人に求婚されたのよって言うんだよ北九州市民で、坂口リコピス推しさんだったんですか？初リコチしてくれたんですか？ありがとうございます。え、ペちゃんと北九州デートする？え、どういうさ、え、北九州って何があるの？教えて。小倉駅で降ります。ヨーグルト食べとる。いいよね、タンパク質とか取れ、あ、カルシウム取れてるよね。リコチって可愛いね。え、今頃気づいたん今頃気づいたん若い頃はね、旦那オーディションして、そんなが いろんな人が旦那オーディションに参加して、もう1000人ぐらいの中から選んだのよそれが今のおじいちゃんめっちゃさ、エモエモめっちゃおもろいやん。カメリアケイさん、お疲れ、ありがとう、ありがとうございます。あ、文字工いいっす。あ、文字工ね、いいね。そしたら文字工から文字工レトロとかいろいろ見て、で、あの下関の端っこ行こう。そうしよう。あ、本人に聞こう、ペタンに聞く。めっちゃおもろい、映画かやん。月がリアル、月が綺麗ですね。あ、ハウステンボス、私さ、長崎のなんかすっごいプールに行きたい。すっごいプール行きたい。うん、若い頃はね、猫はじゃって言われ、猫はじゃってのに絡まれてね、やばい。下関さん、もしこ、いいね、いいよね、いいよね、いい。私絶対昔話が長いおばあちゃんになっちゃいそう、やだな。いや、いいけど、それ昔話長いおばあちゃん全然いいけどさ、私のばあばもめっちゃ昔話してくれた。なんかいろいろ、めっちゃいろ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 で済まさないで。もう本当に、なんか私のおばあちゃんとおじいちゃん、めっちゃあのロマンティックな出会いしてるんですよ、おばあちゃんとおじいちゃん。そう、ばあばとじいじ、かわいすぎる。ほら、やっぱ私、老後について、老後について考えるのが本当に最近のテーマソングなんですよ。老後について考えるのがめちゃめちゃ楽しくて、 もし私がおばあちゃん、あの孫とかがいるのであれば、そんな生活したいけど、もし私が一人身生涯一人身だったら、天涯孤独だったら、もう絶対にあの旅人になってる。旅人おばあちゃんになってる。めっちゃ元気なおばあちゃんになって、ギネスとか取るから、本当に。すごい、なんか何歳にてキリマンジャロの登ったみたい。キリマンジャロって登れるんでしたっけ？エベレストか。キリマンジャロってコーヒーか。今はマリュさんのあのお手紙書いたお、あのおおね、あのタワーのお礼、お雛様タワーのお礼です。マリさん、80歳になった自分を想像して、こう後悔ないように生きよう。そうね、間違いない。いや本当にね、天涯孤独なら僕がいます、もらいます。急なプロポーズいいよ。でも私本当になんか、あの
私あの本当に結婚できない、なんか結婚が世界の、あの世界、私の幸せのゴールじゃないけど、もらってくれる人多分ここにいるんだろうなって思うよ。そう、あーって、私あのだけど妥協じゃ、妥協かげろうさん、お持ちありがとう。はい、では何なんか、あ、見える、マリュさんへタワーのお礼です。おひなさまタワー、マリュさんへリバーウォーク北九州来てくれて本当にありがとう。くどまりゅうちは可愛すぎ、いっぱいレス しちゃったし、いっぱいレスくれてありがとう。笑顔になれた、はるばる来てくれてありがとう。また一緒にライブ楽しもうね、リコチ。妥協でパート結構妥協って言い方、妥協じゃないよもらってくれる人いっぱいいるでしょ。あやとさん、レインボースターありがとう。そう、やっぱなんかほら、きっとみんな、きっとみんな、ほら生涯神タン推しになってくれるでしょ、きっと。ありがとう、マリュさん。好きすぎる。私は好きすぎる。本当にありがとう。いや、好きすぎるよ。なんかさ、ちょっと、見えてる。なんかさ、画質がふわふわしてんだよね、私。お肌ツルツル加工かな。多分、きっと。加工したら大丈夫。ありがとう。推しと結婚ってやつね。え、でも夢、みんなも多分夢じゃないと思うよ、推しと結婚。マリュさん、ありがとう。ありがとう。ニコ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 、みんな妥協持ち、いや、めっちゃ面白いんだけど、みんなありがとう。リコチの好きになるかも、我慢。何、好き、私が好きになっちゃダメなの。崩落まんじゅう何個詰めば結婚してくれますか。え、リアルに1日10個とか、そんな簡単じゃないよね。それを365日を、私はあと80年間ぐらい生きるのかな、生きたいよね。はじゃあかける80、なんぼこれ、私計算できんわお手軽すぎな、簡単すぎる。妥協整理券配布してるとこはここですか。あ、みんな並んで1100リコチ、あ、1個110円なんや。1日1100、え、1個110円なの。もっと高くても私は買う。めっちゃ最高じゃん。いやー、めっちゃ美味しいよ、本当にトロトロで美味しかった。次はねっちゃんのおだいり様タワーにお礼します。崩落まんじゅうね、まあ、崩落、え、ねえ、崩落まんじゅうで働いたら実質結婚権利が手に入る。え、私崩落まんじゅうに嫁ぐかもしれない、私もう好きすぎて。え、その未来もいいな、崩落まんじゅう、崩落まんじゅう師になりたい崩落まんじゅう師っていう。ウラジオストックシンゴさん、ウラジオストック、ウラジオストックですか。ウラジオストックってどこだっけ、インドだっけ。シンゴさん、結婚して、え、今そこにいるの。うーん、整理番号じゃあ110番とかで並んどいて、うん、ウラジオストックシンゴさん、コンペートありがとう、ありがとう。ウラジオストクシンゴさん、結婚して結婚して、あ、ロシアか。110番で並んどいて、崩落まんじゅう持って並んどいて。ウラジオストック、崩落まんじゅう売ってないか。え、ロシアって何が有名、マトリョシカ、
テトリスのあれ、あの要塞がめっちゃ綺麗だとか、なんだ、は要塞がめっちゃ でかいんか、ピロシキか、ごめんなさい、嫌な顔じゃないよ今のは絶対嫌な顔、ピロシキ私食べたことない、ピロシキってどんなの、え名前は可愛いなって知ってる、ピロシキ、ビロシキ、あしょっぱいやつだ、 Oh yeah、 カレーパンみたい、最悪な、カレーパン、カレーパンみたいな肉まん、うん最悪、プチ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 、ごめんなさい、プチ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 、なんで言ってんだ、いいな、ザンギエフ、ザンギエス、ザンギエス、ザンギエスってなんかポケモンに寄り添いな、それバンギラスな自分で突っ込んでるのやばい、私って本当に愉快でしょ愉快でしょ、こういうのって自分で自分、自分に、自分が言ったことに対して自分でボケて自分で笑ってんの、愉快でしょ私本当にやだ、ボルシチ、あーお肉赤いね、赤いね、ロシアイクラとかキャビア、えそうなんだ、イクラ、あクレムリンだ、私クレムリンはあの調べて、あの英語の授業であの調べて、ごめんなさい頭書いてて、しかも三つ編みのことほじくって頭書いてるの最悪、えあのクレムリン好きでした、クレムリンはあのテトリスのあれになってるんだよね、あれ違うっけ、えそう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 、クレムリン綺麗やなって、そう長い要塞があってみたいな、そうプレゼンしたことある、こんばんぱっこり、ザンギエフ誰やねん、サナギラスの方が近いか、サナギラス、サナギラスやばい、ほんバンギラス、いやでもさ、あのさバンギラス、あのミュウツーの逆襲だっけ、じゃない、私一番好きなのがセレビー、セレビーの話めっちゃ、セレビーのやつめっちゃ好きなんです、セレビーとジラーチがめっちゃ好きなんですけど、バンギラスとかめっちゃ好きだったわ、バンギラスがかわいそうだった、いやサザエさんくらい愉快よね、愉快だなーだよね愉快なところがまた大好きです、最高に愉快で大好き、初めて配信見た時は酔っ払いが配信してるのかと思いました、え私って本当にさ、本当にそうだよね、だよね、うん、あシェイミーいいね、シェイミー確かに可愛いよね、一緒にいて長生きできそう、一緒に長生きしようねみんな、あーいくら、ロシア語で魚卵、えロシア語、えロシアから来たの、クラスナヤイクラ、えイクラって日本語じゃないの、黒イクラはキャビア、そうなんだ、あーイエーイ、確かに思ったこと全部口に出して出すよね、だからさ地雷踏んだりするんだよな、セレビジラーチは私あのカセットで見てて、テレビのカセットで見てて、その頃はもう擦り切れるぐらいまで 見ました、ジラーチの曲を覚えてない、えでも覚えてるよ絶対、知ったらあーってなる、あーこれーってなるけど、めっちゃ好きジラーチの話も、セレビーとジラーチが一番好き私、そうなんす、うんそうなん、そうよ、私は3人と暮らしてるのかと思いました、私いろんな人がおるってこと影武者やばい、
ねっちゃんへのお手紙が書けたよ。声が聞こえる。絶対違う。はい、多重リコチ。はい、頭皮ごめんなさい。それでは、タワーのお礼をさせていただきたいと思います。ねっちゃんへ、お代理様タワーありがとう。おひな様とお代理様がやっと揃った。私のことスチスチですね。滑舌スチスチですね。今日は何記念日になるかな。いつか直接会ってライブとかでレッスン送りたい。リコチ、ねっちゃんありがとう。ねっちゃんのこともたくさん教えてね。お代理かわいい。お代理高杉晋作ですか。いいなおすけ。なんかさ、そういう人の名前多いよね。いいなおすけ多いよね、そういうの。座敷わらしね、落ち着いとる。ねっちゃんありがとう。撮れたかな、スクショできたかな。ありがとう、ありがとう、よろぶん。かみさんにだ、よろぶん。ありがとう、よろぶん。今日さ、今日買ったさ、靴下が、どこ、あ、そう、めっちゃ可愛いんよ、今日買った靴下が。うん、崩落まんじゅう3つやろう。崩落まんじゅうさ、今日買った靴下見せたい。私さ、靴下好きなのみんな知ってます。私さ、みんなにさ、私さ、何回私さ言うん、さ、よいしょ、なんか広島駅の駅園の中に韓国フェアやってて、韓国のお菓子だったり韓国のお化粧品だったりそういうのがいっぱいあるんやけど、あとその後りょうたくんにもタワーのお礼するね。待ってて、待ってて、順番待って、待って、うん、そう、え、いや、その新しい靴下で、それで、そう、私の、私、本当に靴下がめちゃめちゃ好きで、みんなにもお誕生日プレゼント、水族館の靴下が欲しいなっておね、ちょっとおねだりしてるじゃん。で今日その韓国フェアやってるところで靴下買った。めっちゃ可愛い、4つ買いました。一足絶対一足、一セット、その二足、一足、ん、靴下ペアオブソックスペアオブソックス、ペアオブソックスで250円とかだったんですよ。だから、えって、チュチュアンナでは3足1000円なのに、これは4足で1000円じゃねえか。私は心がウェーイってなって、まず1足目、じゃじゃーん、うさぎちゃんかわいい。見て、かかとのところ、うさぎちゃん、おっきなおっきなうさぎちゃんがいるの。2人もイエッポよ、イエッポにだ、かわいいでしょ。ビビッカラー、うん、一足か、一足だって、かわいい。あ、待って待って、さっきめっちゃ無視した。ロシアのおはよう挨拶楽しい、結婚して、おはようって、私知ってるよ。プリビエット、プリビエット、プリビエット。結婚は、ロシアのおはようっていう挨拶、結婚してなんかな。プリビエット、結婚。ちょっと待って、じゃあ、ロシア、ロシア、でもいいよね。ハラショ、ハラショ、ハラショ、エリチカよ。どうしよう、結婚して、ハラショーいいねカミリアケイさん、かわいい、ありがとう。かわいいでしょ。
かわいい。2足目もう、え、これなんか長いな。いや絶対23センチいける、23センチいける。いくよ。 Wash inside out。 あ、反対にして洗ってね、だって、あの裏返して洗ってね、だって。キンパの靴下こーい。ロシアの俳優はドーブレウトラズドラストビーチェ。じゃーん、かわいい、かわいい。ノーブラオートラ、ノーブラオートラ、ノーブラオートラ、ノーブラの大きな虎ってことですか。かわいいよね。うさちゃんにここがなんかちょっとふわふわしてて、で見てください、お花が咲いてるんです、うさちゃんの上に。確かに、え、いや靴下さ、外出るとき見えんけど靴の中めっちゃ可愛いと満足感高いよね。そうなのよ、靴下って何が可愛いかって、足先まで可愛いからルンルンしちゃう。可愛いこの子が、よし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 。いや撫で方雑、可愛いね。ちょっとなんかプリプリみたいな、くしゃくしゃみたいな、くしゃくしゃはちょっとでもなんかそういうちょっとプルプルってしてる感じがいいよね。かわいい。そして3つ目がジュジュンジュンジュジュンジュジュジュン、うさぎ、またうさぎ。またうさぎです。確かに見えないところでおしゃれするのが生きようね、めっちゃわかる。大切なもの、え、なんかあのそういう見えないものを大切にすることで自分のことを大切にしてる感が上がる。かわいいうさぎ三連、三連うさぎです。あ、内側もだ、かわいい。うん、この中だったら私この格子ですね。ちょっとなんかほっぺたが白いところが好き。かわいい。で肌触りも良さげです。やっぱウォッシュインサイダー、やっぱちょっと大切にしたいですね。そして最後はドゥドゥンドゥンドゥン、なんとドゥドゥン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 、じゃーん、チェリー、指先で送る君へのメッセージ。え、これはなんとみほちゃんとお揃い。これかわいいってなって二人で買った。かわいいチェリーフラワー、チェリーフラワー、かわいい、めっちゃ可愛い。しかも今思ったけどちょっとみほちゃんカラーですね。かかとがちょっと緑でこっちがオレンジ。みほちゃんだ。そう、みほだからちょっと明日履いていこうと思って。キキヤソックス、キキヤ、うん、キキーズデリバリーサービス、可愛いよね。4足買いました。ちょっと明日からルンルンだな毎日。そう、ちょっとモコモコしてるの可愛い、なんかプリプリみたいな。ハレルンさん、いいね、ありがとう。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう、星の夜が買い込めて、チェリー、指先で送る君へのメッセージ。いやもう最高、めっちゃ可愛い。スリスリしたくなる。これも Wash Inside Out Made in KoreaWomen's size Change your day。 おお、あなたの世界を変えてみせる、あなたの一日を、あなたの日を変えてみせる、あなたの一日を変えてみせる、なんて言ったの私。へえ、すごい。 Everyday nice socks、 毎日良い靴下を、だってファッションソックス、ファッションソックス、ありがとうございます。はじめまして、今日のライブとイモーステレビ見て表情の豊かさと面白さにやられました。また見に行きたいです。嬉しい、ショールーム面白いです、嬉しい、よろしくお願いします。逃避。え、嬉しい、優しい、表情の豊かさ、え、嬉しい、ありがとう、え、嬉しい、ありがとう、いっぱい見てくれて見つけてくれてありがとうございます。え、嬉しい、そうやって報告しに来てくれるのめっちゃ嬉しい。小型ペンギンさん、かわいい、ありがとう。そう、うさぎうさぎうさぎ、チェリーフラワー、うん、ストーチのひさまさん、似合う、ありがとう。え、もうちょっと早く履きたい、うん。
嬉しい。そして今もうなんか毛玉まみれになってる靴下とはちょっと お別れしようと思います。本当にめちゃめちゃ毛玉ちょっとなんか毛玉なるじゃない、毛玉まみれになるじゃないですか、そういうこういうの大事に履いててもなるじゃないですか。そうなのよ。今はりょうたくんにおひなさまタワーありがとうって書いてます。そうえなんか恥ずかしかったんよ。なんかめちゃめちゃアウトフィットめちゃめちゃ可愛くしてんのに靴脱いだ瞬間あのなんかスリッパとかに履き替えるお店とかあるじゃないですか。なんかそこに入ってた時になんかちょっと毛玉まみれあのそうだジムだジムだそれはジムだった。なんかちょっとロッカーとかにロッカーとかでなんかすごいアウトフィットめっちゃ可愛くしてんのに普通に靴脱いだら急になんか毛玉まみれの靴下で多分見てないと思うけどロッカーのところに人がいてでそれでなんかあ私靴下毛玉まみれだちょっと恥ずかしいってなったの。だからちょっとあの恥ずかしいでしょ。そうだからあちょっとここも気を使おうと思った。穴開いてないならまだいいよね。まだいいよ。りょうじいさんお疲れありがとう。好き、え、そうなのよ、たくさんは、え、私がさ、大好きなチンアナゴのさ、親指とさ、ここだけがさ、こうやってなってるさ、親指、あのさ、チンアナゴとニシキアナゴがくっついてる、あの、親指、タビみたいな靴下があるんですよ。それももう、もう、すんげえ、毛玉まみれで、もう毛玉まみれなんですよ。もうね許せない悲しい本当にめっちゃお気に入りなのに毛玉まみれだからプンスカプンスカ。カズさんお疲れありがとう。え小倉駅ってさ急に話変わるやん私。え小倉駅ってさあのさ美味しい食べ物めっちゃ揃ってない？思ったやけどさロッテリアもあるしミスタードーナツもあるし、えそう小倉駅に着いた瞬間ロッテリアミスタードーナツケンタッキーフライドチキンいっぱい他にもいっぱいいろんなとこあってうわーって思った。むっちゃんまんじゅうもあるらしいね。やっぱやばい。カズさんお疲れありがとう。イベントお疲れ様でしたありがとう。マスウォッシュインサイドアウトにゃーニードマストシュットメイそうよね。毛玉もデザインだと思えばでも私はちょっとちゃんとちょっとジムニーとしてジムトレーニーとしてトレーニーとしてやっぱり毛玉のついた靴下でトレーニングをするのはちょっとなんかマナーが欠けてたなとちょっと反省した。あースタバ確かえどうだっただろう。え食べ物いっぱいだよね。あー印象的だったサニーパンか。ペッちゃんがサニーパンって言ってたね。自虐すな自分の町を自虐すな。あでもつま先に穴が開いてるのとかかとが薄くなっちゃってるのどっちが許せない。つま先に穴でしょ。かかとはさ穴開いとってもさ見えんけどさ。いやつま先に穴とかだとボーン。やっぱごめんなさい急に喉痛今のでめっちゃ喉痛くなったえ、小倉って読むよ。小倉って読んでたのめっちゃ美味しそうじゃん。小倉トーストじゃん。え、小倉トーストじゃん。小倉トーストじゃん。あ、九州の玄関口だ。あ、そうなんだ。え、小倉大好きよ。小倉大好き。本当に大好き。トレーニーのマナー守るよ。ね、駅前のお店たちでもうなんか小倉一周した気持ちになれた。北九州一周になれた。毛玉まみれ恥ずかしいよ、やっぱ。
あ、今タワーのお礼をね、書き書きしてます。逃避放送です。にょん。あー、もう、え、みんながさ、九州はみたいな、なんかメイクさんだ、私のメイクさんが三権分立してる。本当ここ、え、メイクさんが九州のなんか花粉はすごいよって教えてくださったんですよ。そう、んでもなんかあの割と大丈夫だった。あともう、え、なんかさ、私はこの三寒四温に騙されないからなって絶対思う。今あったかいけど、絶あったかい、え、今日朝は寒かったけどやっぱ昼間はあのコートは暑かったなと思って、まあでも全然そんな 汗かくほど暑かったわけじゃないけど、でもちょっとこれでなんか寒いな、またなんか寒いなとかなって、寒いなとか なるとするとしたら、え、これで、あ、今日暑かったからちょっと今日薄着で行こうみたいな、そしたらもうクロアチアみたいな、クソアチークロアチアみたいな、クソアチアみたいななったら困るから、え、そしてクソ寒みたいな、寒すぎみたいななったら嫌だから、何言ってんの私だから、え、この寒さ、え、この暖かさと寒さには絶対騙されんぞって言いたいの。何が言いたいかというとこの暑この三寒四温には騙されんぞって言いたい。だから絶対これから急に寒くなるから、でちょっと絶対急に寒くなるから、そう、絶対に、え、やっぱ3月ってさ寒暖差激しいから服選びさ難しいよね。え、本当にちょっとごめんなさい、うん、よくないね。クソアチア、え、私クソアチアってめっちゃ言うんだけど、クソアチアクロアチアみたいな、え、言わないそうね、埋めとく。非常に非常に、え、そう、私あのたい、なんか、なんだったかな、丁寧な言葉遣いっていう本をちょっとチラチラ読んだんですよ読んだんですよそう、それで丁寧な言葉遣いって本をチラチラ見て、とめちゃくちゃみたいな、めちゃくちゃをあの非常にって言い返しなさいって書いたから、そう、しっかり読みなさい、もう間違いないだから、え、非常にっていうわ、これから、いや、非常に暑いですねみたいな、非常に暑くなるでしょうがみたいな、非常に、え、だってさ、今日だってさ朝は非常に寒かったのにさ、急になんかあのさ昼間はさ非常に暑さを感じて、コートのゴワゴワ感でちょっとストレスフルって感じだったんだけど、そう、クソアチア使っていこうや。え、クソアチアはいいやんね、クロアチアみたいで可愛いじゃん、クソアチアクロアチア、そう、え、でもクソって使いたくなることあるよね、わからん、私も割と、え、クソ失礼みたいなかっこクソ失礼みたいな言っちゃうもん私、ごめんなさいね、アイドルなのに言葉とか、非常に失礼ね、そう、もっとなんかでも言っちゃうくない、なんか言っちゃうくない、なんか、え、よくないね、でも非常に、やっぱ言葉遣いが綺麗だと素敵な人に見えるもんね、そうだよね、え、全然コートが良かった、あ、そうなん、あー、主演になるの、え、これもう私高校のクラスとかでもめちゃめちゃあれですよ、流行ってる言葉だった、あ、とてもお熱うございました、あー、やっぱあの丁寧な言葉遣いの本買うべきかな、本屋さんでちょっとチラチラチラって見ただけだったから、そう、あ、デーラーならやんならやん、カードがナチュラルでしょ、え、わか、え、わ、え、確かに人に使わんけど自分に向けてはって言っちゃう、わかる、めっちゃそれはわかる、めっちゃわかる、え、わかる、自分にははって言っちゃう、あ、寺は名古屋なんや、うーん、崩落まんじゅう西新店うちから徒歩2分、うわ、マジ泊まり行くわいつも食べてます、最高、いいな、朝ごはん昼ごはん夜ごはん絶対崩落まんじゅう白あんでいける、食べたい、やばい、発作出る、綺麗な言葉のを使うあの先輩になりたいね、うん、鬼熱い、あ、鬼熱い、
鬼熱いにするわ。鬼っていいね。鬼ごめんなさい、ちょっと落語の落語で鬼役やってたんですよ、うん、してこのあの何説明の仕方ね。確かにごきげんよう、うん、発作用マジ、あー無理。ほうらくまんじゅうってなんであんなに美味しかったの、なんで。あのね、白あんのトロトロさやばい。あーブチ、じゃあブチブチブチ使うわこれから。ブチブチブチ楽しい、うん、そうブチ熱い、ブチ寒い、アナ熱し。えこれこれ古語え古語、糸糸糸糸熱し古語ですか。やばい、今急に静かになるんですけど、あのタワーのお礼をしてます。はーい、ぶち上げてこうぜ。公園で使うのか、ぶち上げていこうかい。あ、声出し OK になるもんね。プリビエット。ほらか、シロン、シロンが大好き、シロン大好き。うん、甚だ扱りしと思いけり。あ、確かに私私鼻肌結構使うんですよね。そう、じゃあ鼻肌使っていこう。鼻肌熱いよな、使うわ。鼻肌熱い、鼻肌寒い、これ使っていくわ。鼻肌楽しい、こうしよう。あ、どこかいいと思ったし、ごめんなさい。イミジウ面白き、おお、古語いいですね。鼻九州名物、あ、山梨県人なんだ。そう、九州名物なんだって。本物めっちゃうま、やばい、鼻肌うまい、鼻肌おいしい、鼻肌じゃん。糸、りょたくんへ、リバーウォーク北九州ありがとう、仕事休んでもまで来てくれて神。めちゃめちゃみ、あ、鼻肌みめちゃめちゃはいけるか、めちゃめちゃ見つけてくれて嬉しいよ、あ、見てくれて嬉しいよ、最後も気づいてくれてありがとう、美味しいもの食べたようで、いいリフレッシュとチャージに なってたら嬉しいな、リコチ。どう、りょたくんありがとう。見えにくいよねこれ、スクショするに。私のここのハイライトが可愛い、これなっちゃんから借りたんです。ありがとうりょたくん、ありがとう。 very、 あ、 very 使う、 extremely、うーん、エクストリームリーのウェスーパー、スーパースーパースーパードゥーパー、こちらこそありがとう。ありがとう、ありがとうね。スクショできた。あ、ありがとう、ありょたくん、ありがとう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 、たくさん結婚して、あ、イエーイ結果、うーん、そうだな、整理番号、うーん、111番ですね。111番で並んどいてください。スーパードゥーパー熱い、スーパードゥーパーいいね、エクストラオーディナリーいいっすな、スーパーね、スーパードゥーパー。カズさんかわいい、ありがとう。うん、いや本当に美味しかったほうらくまんじゅう。私今日、ツイッターに動画あげたんですよ、ほうらくまんじゅうの食リポ、リコチの虜、人類リコチの虜計画で。いや本当に断面図がよっ、断面図がよっ、う、見ただけでさ、私も本当に見ただけで美味しかった、その思い出して食べたくて辛い、食べたくて辛い、食べたくて辛いよ、いっぱい食べたい。
らくまんじゅういっぱい食べたい。リコチメールまだ1通しか送れてないな。そういえば、あ、みほちゃん、ほら、いつしか遅れてないでしょ私。ごめんなさい、ちょっとスマホいじいじ女で。あと6通送るので待っててね。リコチメール今から取っても遅くないよ。リコチメールっていうのがあるんですよ。私この配信してるじゃないですか。配信の他にも SNS は Twitter もやってるんですけど、その他にもプライベートメールっていうのを送ってて、メンバーから私皆さんにメール送ってるんです。1日7通ぐらい送ってる。月始めがお得なんですよ。だからまだまだ今からとっても遅くないぞ。あー、やっぱほうらくまんじゅう蜂って書いてるだけあるんだね。ちゃんとあるんだ、蜂蜜使っとるんだ。うん、美味しそうだな。美味しいもんな、4つも食べたんだよ。スプレンディッド。家から自転車20分、羨ましい。送ってくれるの？でも食べ物プレゼント通らないの。だからもう私絶対また行くね、北九州に。うん、え、食べてみて、北九州住んでんだ。幸楽まんじゅう食べたことないんだ、食べて。私が、私今広島に住んでるけど山口県出身なのに、いや本当に大好き、本当に。そうそう、今川焼きに近い感じ。え、もう私店舗の隣に住む。食べたい、発作大丈夫じゃない、食べたくてやばい。でも幸楽まんじゅうとかき氷食べれなくなるとしたらどっちが嫌？え、食べれなくなるようなあれにはならないから大丈夫。マジレス。マジレス。どっちも嫌やもんだって、どっちも食べたいやん。今日の帰り、かき氷屋さん行こうと思ったもん。でもさすがに食べ過ぎだし、なんかもうお腹いっぱいになって、ってなるの良くないから、だからやめた。しかも2日連続になっちゃうし。カピバラミキア君、コンペイトありがとう。え、わからん、トマン席。10万席だよね絶対。なんでトーマン10万席まんじゅうってあるんですか、そんなの。ほうらくまんじゅう、大判焼き、今川焼き、おやき、回転焼き。あ、それやね、私今川焼きって呼んじょる。うん、ハチミツハニーを。ほうらくまんじゅう10万石っていうんだ。10万石、へえ、10万石まんじゅうなんてあるんだ。10万、私10万石って呼んだのか。レインボーマンさん、ハートありがとう。やっぱ九州の食べ物なんですね、ほうらくまんじゅうっていうのは。うまい、うますぎる、うますぎてうまになったわ。県代表のまんじゅう好きですか。うちやと、山口やと何まんじゅうやろ。いや、みほり堂のあれやろ、ういろうしか勝たんやろ。ういろうさんしか勝たんけど、まんじゅうあれよね、なんかお坊さんまんじゅうみたいなのあるよね。もう絶対お坊さんまんじゅうって名前じゃない、ちっちゃいさ、温泉まんじゅうみたいな。温泉まんじゅうは絶対違う、ちっちゃいやつあるよね、あれも好きよ。なんかまんじゅう、うまい、うますぎる、十万石まんじゅう。あ、そういう CM があるんだ。はあ、CM があるんだ。うまい、うますぎると言ったら十万石まんじゅう。埼玉県、そう、有名な言葉なんだ。フォーユーさん、ありがとう。チューリップ。ハルルンさん、うま、ありがとう。美味しいよな。坊さんまんじゅうとか絶対ないけど。やっぱね、私ね、白あん好きやわ。あったかい。で、ちょっとトロトロした感じの白あん好き。あ、すごい、私今、卵みたいだった。アニーかな？トゥモロー、トゥモロー。
あ、利休まんじゅう。じゃあ利休まんじゅう、ほらお坊さんやろ利休、ほら私会っちゃった、お坊さんまんじゅう。そう、錦鯉おる、錦鯉さんおる、ゆで卵作った、今作っちゃった、やばいやばい、みんなゆで卵作ってそこで使うの、さすがです。お坊さんじゃ、あ、茶人か、利休は茶人か、ごめん利休。あ、そうなんや、三国志のもろくずさん、あ、諸葛さんが発明したって一つ説があると。パップルかわいいね、パップルかわいい、トロトロ塩あんがいいの。もう確かにもちっとしてるし、なんか白、あの甘いだけじゃなくちょっとなんかあの甘いだけじゃなくちょっと塩味を感じたり、あとはあの何、あの甘すぎるみたいな、そんなんじゃなく、いや甘くてお茶が進みますわみたいな、そういう感じがいい。やっぱ白あんと蜂蜜がいいんやな、多分だからだ、私の発作が出て、蜂蜜が好きだもんだって。カピバラミキヤくん、バラありがとう。やっぱ美味しいんだよ、チョコもホワイトチョコが好きなの。そうよそうよ、そうなんよ。今が焼きのカスタードもわかる、トロトロでさ、あのさ、トースターでさピッピッてするやん、トースターでさピッてするやんあれ好き、あのさカリカリになって中はトロトロみたいな、そこめっちゃ好き。やっぱか、あの今川焼き好きやな。次のチートデーはもうごめんなさい、目頭グリグリして、やっぱ次のあのチートデーはちょっと崩落まんじゅう、あ、熊本の食べてほしい。そうなんだ、あ、ほんと本家、大本家様美味しいんじゃ、緑茶進むよね。そうよ、私チョコは、え、あ、ホワイトチョコが好きやし、蜂蜜好き、あんこや白あんが好きみたい。でもやっぱたい焼きはあんこ派ですね、カスタードよりあんこ派やわ。あんこ好き、そうあんこ好き。 Help me Dr. Pad、 Please calm my skin calm in the moisturizer。ケラチンケア、はあ、ケラチン、いや幸せとはほらくまんじゅうを食べる。よーくんありがとう、コンペイト、ほらくまんじゅうに見えてきた。やっぱさー、ほらくまんじゅうがいいんだって。え、あんこと、あんこと、え、つぶあんとこしはん、こしはん、こしはん、つぶあんとこしはんやったら私つぶあん派。しかもあったかくてトロトロしてるのが好き。あんこ裏切らんな。おはぎはきなこもあんこも好き、めっちゃ好き。うー、どっちも選べん。みたらし団子とかも好き。私ね、和菓子好きなんよ。カズさん音符ありがとう。なんで英語の発音そんなにいいんですか。実はあのフィリピンに留学してたことがあってそれで英語の発音だけはいいんですよあー Oh my god それらしい発音ができるんですよ。そう、崩落のために毎年福岡に帰省してんの、うん、ガチじゃん。うわー、私でも、でもな、崩落まんじゅういいな。やっぱ日本って美味しいんだわ。日本って美味しいとは。あー、やっぱさ、やっぱ和菓子が好きだからさ、私さ、老後私海外にさ、いようと思ったけど、やっぱ日本におるかもしれん。やめるわ。やめるわ、みんなごめん。日本、私老後はイタリアかって決めてたんだけど、いろいろ国、うん。そう。でもちょっと、日本におるかもしれん。ずっと日本におるかもしれん。日本は美味しい。うん、日本おいしい。飯うまいよ。本当。和菓子、そう、ちょっと海外に行こうと思ったけど和菓子で断念します。バルセロナってブラジル？バルセロナってどこ？バルセロナってサッカー開かれた？日本に永住するかもしれん。ね、あ、スペイン、あ、いいよね。あの
熱いよね。フィリピンのご飯は美味しい。あのね美味しいフィリピンのご飯はなんかなんだろう、味付けが濃い感じで、お米が進むね。鶏とか豚さんとか多い、お肉が多いかな。でもお野菜だったらなんかサラダとかも出てきてたけど、なんかインゲン豆つぶつぶつぶ、インゲン豆、なんか豆みたい、豆みたいなの煮込まれてて、なんかお肉と一緒に煮込まれて、そういう感じだったから割と肌荒れた。そう、あのお野菜足りなくて、ひよこ豆、なんか長い豆みたい、長その皮がついてる豆みたいな。そう、でもフィリピンだと豚さんの豆、あ、お酢とか確かに使われてた。でも味、あのめちゃめちゃスーパーとか お手頃価格って感じ。そうだから、あとは朝ごはんマンゴーとかだったし、あと全然 1ヶ月とかあの毎年高校生の時は春休み1ヶ月春休みあったので、その時にフィリピン留学してた。そう、それを3年間した。でも最後の高3の時は春休みに行ったのかな、あ、春休みじゃない、夏休みに行ったのか、秋休みだ、秋休みはない夏休みに行ったのかな。そう、朝ごはんマンゴーだった。あとはあのそのアカデミーに通ってたんですけど、そうアカデミーって呼んでたんですけど、アカデミーあののすぐ近くにパン屋さんがあったから、お昼ご飯は先生と一緒にパン行ってみたいな。ウベっていう紫芋が有名なんですけど、ウベのお芋、ウベのパンとか買って、おいしいおいしいって食べてた。そう、フィリピンのセブ島に行ってました。そう、ドライマンゴー大好き、ドライマンゴーめっちゃ好き、セブンディー。そう、セブンディーのドライマンゴー、私めちゃめちゃあの箱買い、あの私スーツケース、キャリーケースの半分はお菓子で埋め尽くしてお家に帰ってきましたそう、例えばあのね、バナナチップスでも一番美味しかったのはフクロウさんの絵が描かれてあるあのバナナチップスが、めちゃめちゃバナナが輪切りじゃなく薄切りにこういう感じ、あのスライスされてるんですけど、そのなんかあのその薄切りにするパリパリなんですけど、コーティングされてるあのシュガーの感じがめちゃめちゃ美味しいんですよそうめっちゃ美味しくて、そうバナナチップスは絶対にフクロウさんの絵が描かれてあるやつやってください。そう、止められなかった、割となんか止められなかったね、大丈夫だった。うん、そうで、あとはピローズっていうお菓子があるんですけど、あのなんかチョコレートの枕みたいな形したチョコレートちっちゃいよ、あのそれなんか中にホワイトなミルキーなものが入っててサクサクだけど美味しいみたいな、ピローズめっちゃ美味しいし、あとはフィリピンのお菓子だったらオールツリーってやつ、え、見つけてくれたの？そう、オールツリーがめちゃめちゃ美味しい、多分オールツリー、フクロウさんの絵が描かれてるやつ、めっちゃ美味しい。そうだからピローズ、そうピローズとセブンディーのドライマンゴーのなんかチョコレートがコーティングされてあるやつとかめちゃめちゃ美味しいです。あとはそのバナナチップスはオールツリーってやつやな。やばい、ありがとうございます。人生方向おじさん、おひなさま、ありがとうございます。油断大敵発作が出るわ発作マグナ、てんてんてん、おいしい。え、ほんとフィリピンは大好き。私の人格がちょっとなんかえーってなってるのはフィリピンの授業、フィリピンがちょっと入ってるからかもしれない。チートが一切入ってないんですけどそう、え、あとはサマグナ知ってるよ
だろうな、なんだろうな、そうそう、磯芋けんぴみたいな感じで美味しい。あと、うん、何が美味しかったかな。でもあのレチョンカワーリーがめちゃ私は好きで、レチョンっていうのは豚の丸焼きのことなんですけど、私今月の29日で21歳になります、実を言うと。でもフィリピンに初めて行ったのは15歳だった。15歳、 I'm 15とか言ってたら、うん、so young みたいな、 baby みたいな感じで言われてた。そうそう、なんて言ったの、なんかマガーみたいな、なんか オマーみたいな、タタみたいな感じ、そういう呼ばれてた、そうやって呼ばれてた。そう、確かに中におじさんおるよ。私中におじさんいるし、乙女、お姫様もでも割と乙女かもしれん、実を言うと。今もベイビーベイビーエケちゃん。そう、レチョンカワリがめちゃめちゃ美味しいんですけど、そのレチョンカワリはその豚の丸焼きのあの皮の部分めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、そう、めっちゃ美味しいんです。乙女9割よ、乙女なんて10割よ、私お姫様じゃん、私かなり姫でしょ。タガログ語わかる？なんか使ってた、セブアノ、セブ語、セブアノって言われる、セブで使われてる、なんかそういうタガログ、フィリピンってタガログ語じゃないですか。でも私セブ島にいたから、セブのアクセント、あの方言、ちょっと方言が入ってるみたいな、そういう言葉で言ってたかな。うん、そう、姫でした。そうだよ、私姫だよ、そうよ、私姫です。あ、ビサーヤ、うん、ビサーヤって言ってた。ビサーヤって何、ビサーヤ語、ビサーヤって言ってた。うん、なんだっけ、忘れちゃった、もう方言でした。めっちゃ美味しい、うん、本当に美味しい。レチョンカワリめっちゃ美味しい、それが好きだったな。でも確かにいっぱい海行った、なんかアイランドホッピングって言うんだけど、そのあの島をこうやってうんうんうんって点々、あのホッピングホッピングあのしていくんですけど、船に乗っていく、海もめっちゃ綺麗だし、美味しいし、物も美味しいし、楽しかった。でもなんかまだ子供だったから、なんか海の楽しさとか、なんか周りが大人だったから、若い人と、若いけどみんな大人だったんだよ。だからなんかそんな楽しめなかったから、多分今行ったらめちゃめちゃ楽しいんだろうなって思う、うん、そうでも私はあの日焼けが苦手なんですよ。日焼けがであの分かんないから、だからあの日焼けすかんかったから、その時は。そう、インドアだから。私の本当にどうやってあのあれに入ったか教えたい。本当に長袖長ズボンで帽子かぶって、ここにあのなんか日焼けしないマスクみたいなのつけて、あの行きました、うん、そう、めっちゃ日焼けしだから大丈夫でした。そう、日焼けしなくて、でも今だったら本当にもうすごい開放的な姿でイエーイって行けると思う。そう、そう、でも紫外線ではないと、わかんない、私は多分そんなんじゃないけど、怖いじゃん、日焼け怖かったのよ、日焼けしたことなかったから。そう、あ、確かにナイトプールです。あ、そう、あのアカデミーにプールがついてたから、私はめっちゃプール泳いでた、服で入ってた。ナイトプールじゃ経験したことあるわ、ナイトプール、私フィリピンで誕生日の夜だって、それは誕生日の夜、春休みだったからね。あれ、あ、高2の春休みか、あれは。そうだ、そっか、高校3年生の時は行けなかったんだ。そうだ、高1の時の春休みでその1ヶ月間行って、で高2の時はフィリピン3週間
でアメリカ2週間で春休みに1ヶ月だ。で、あの高3の時は春休み行こうと思ったら STU に入っちゃいました何これ。そう、え、そうだ。でも今なら、え、今なら私、え、全然日焼けしに行きたい。うん、確かに私ナイトプール経験してたわ。やっぱいいな、あの、やっぱいいな、よかったな、入っちゃいましたやっぱあの、そうそうそう、ごめんなさい、割ともう日常会話が英語でした。毎日日常会話英語で、でももう抜けちゃったな、いろんな英語いっぱい話せてたのに忘れちゃった。うん、そう、喋るのが得意なんですよ。喋るのと解くのが得意なんですよ、私英語。文法とかボキャブラリー系得意なんですよ。だから私、え、実は私武勇伝があって、なんか東京大学、東大のなんか英語の模試、私100点取ったことあるんですよ。のそのこれはマジの武勇伝、本当に今は絶対無理だと思うけど、なんか過去問みたいな、東大のテストの過去問、わかんない、あれは何だったのかわかんないけど、東大の問題って言われて100点取ったことあるんですよ。すごくない？そう、トーイック取ったことない。でも今は絶対無理だと思う。すごいよね、私東大レベル私東大いけるんじゃないやだ、めっちゃやめとけ。そう、わかんない、え、200点、あ、だったら多分テストじゃないわ。もし東大の英語が200点満点だったら、でもなんか満点だった、東大のなんか忘れちゃったけど。そう、でもそう、え、すごいね、私武勇伝です。ネクステージのおかげ、ネクステージとネクステージのあの、あとはあのニューワードのおかげ。そう、でも今はもう無理だと思う。でもまた練習したら、またちょっと勉強積んだらいけそう。東大の実績もしれごめん、あー、え、でも今でも勉強していけるかな。いやでももう4年間通えないよ。確かに本当に、え、でも私海外行きたい。うん、そう、海外行きたい、入るかな。え、でも私その他行けないんですよね。その他のお勉強は全然行けない。え、すごいすごいすごい、 TOEIC950。 え、でも今 TOEIC 取ったら無理だろうな。今は I have a pen ぐらいしか行けない、うん、し、そんな他の勉強ができるわけでもないから、英語しかできないから。そう、しかも今はもう忘れちゃってるから、ただただ発音がいいだけの女になってる発音がいいだけになっちゃった。そう、でも楽しいよね、英語めっちゃ楽しい。英語のなんか動画見るの好き、うん、I have a pen。 え、英語の動画とか見るの好きだから、それでちょっといけ、いいね、いつか。あ、理科得意よ。え、でもそうだね、そう、理科得意、理科好き、理科好き。理科ってさ、この世のさ不思議をさ詰めたら理科になるやん、そこが好き。理科を知ってたらこの世の不思議は分かるやん。そう、生物とか科学とか物理も確かに。でも私物理は履修してなかった、物理基礎しか。確かにそうね、もういっぱい忘れないようにしたいな。もし私が将来海外に行くってなったら忘れないようにしたいなね。理科いいよね、ゆき理科。そう、胸ゆき理科、胸ゆき理科を知ればこの世の全てが分かるやんね。え、そう、物理ってさ、そうなのよ、数式化系じゃん。だからさ、ちょっとすぐ苦手だった。私理科のどれが好きですか？物理、化学、生物、地学。え、生物と化学でした。でも一番は生物が好きでした。なんか生き物系とか体の不思議とか知れるから好きでした。
科学も好きでした。なんか物事のなんか物質はどうできてるのかとか知れるの面白かった。そうね、そう、あ、そうだそう、私多分ね研究家タイプなんだと思う。そう、研究家タイプ。でももう分かんないよ、うん、確かに分からん。何これ、ウェイ。生物楽しいよね。あと私あの高校生の時は3年間私3年間生物の先生にずっと恋してたんですよ。だから生物好き生物の先生がもうずっと大好きで、そう3年間まだなもう本当にもう恋したうって感じ。本当にずっと、あ、今日もかっこいい先生だってずっと見てた。そうだから生物ちょっと極まったんかもしれないそう憧れじゃ、なんかイケメンだし、多分ね、本当多分女の子あるあるなんだと思う。なんか多分なんだけど、年頃の女の子あるあるなんだと思う。なんかそういう先生とかに恋しちゃうのって多分なんか大人の男性なんかかっこいいみたいな、なんか素敵みたいな、多分そういうのなんだと思う。でも何歳くらい、わかん、何歳ぐらいなの。でももうお子様も3人いらっしゃる先生そうで奥さんもめっちゃ美人、そうの先生、そうなのよ。しかもなぜ、なんかその先生はなんかずっと白生きてた白生きてたそこに惹かれてるのよ、ウケる。あとなんかこの世の全てを知ってそうな姿にすごい好きだなと思ってた。そうだから生物の授業前のめりだった。でもどの授業も前のめりだった。私授業中眠くなるタイプじゃなかったの。そう白衣の生物、先生おるよ。白衣ずっと生白衣よねでもそういうタイプ実に面白いですみたいな、そういうタイプだった本当に。いやいや、これは実に面白い。本当にこういうタイプだった。深山雅治さんイメージでいける。そう先生、優しかった、すごい。どうなんだろう、人間って感じだった。生物って感じ、生物って感じだった。そうでもどの先生もそう楽しかった。どのなんか物理の先生はなんかこれはですねみたいな、こういう感じだった。摩擦がどうのこうのだよみたいな、こういう感じだった。あとは日本史の先生はなんか、日本史の先生は工藤さん、これは分かりますかこんな感じだったと思う。癖強絶対さ、そうよ、うちは受けないよ。これは私のクラスメイトしか分からんのなんかそれはさ、先生のモノマネってさ、クラスメイトしかさ伝わらんの。で英語の先生はちゃんと話を聞いてくれそんな感じ。どうなんだろう、そんな。古文は古文はラッキーボーイ古文の先生一番癖強くって、古文の先生はめちゃめちゃ癖強くって、じゃあ今日もくじを回していきましょう。この答えは誰が答えるかな。さあくじを回していこう。これはこれいくぞ、オープン。あ、今日はなんちゃらくんですね、ラッキーボーイ本当にこんな感じラッキーボーイ。んー、じゃあ次の問題よ。はい、まるまるさんですね、おいラッキーガール本当にこれ、本当にこれ。そうそう、くじで誰が当たるか考えられてて、ラッキーボーイとラッキーガール。そうそう、男子学校でしょ。そう、確かに英語の先生っぽいね。そうだから、ラッキーだって。でも楽しかったよ。
そうクセ強でしょ。そうだから私古文めっちゃ好きだった、うん、でなんかテストには毎回なんか最後になんか言うなんか自由な欄みたいなあってなんかメッセージみたいな書けるからラッキーガールですみたいないっぱい勉強頑張りましたみたいな書いてた、うん、あとはあ科学の先生とか優しく科学の先生だったら1.5 モールこれはこの物質は 1.5 モールでこの物質とこの物質は、うん、3モールになります。あるしゃ、毎日ね、もしカメよカメさんよもしもしカメよカメさんよは言わんけどこんな感じだった1.5 モールで、うん、こんな感じです。うん、あもしもしカメよカメさんよ本当にこんな感じだった本当にもごもごしてる感じだったの。でもうなんかそうギャルがいたんだけど私のあのこのクラスには何々ちゃんって呼ばれてた。何々ちゃんみたいな、これは何みたいな、これでこれこれなんだよ、もしもしカメよカメさんよ本当にこんなモル懐かしいよね。ねもう覚えてないけどもうできないけど、あと何があったかな、どんな先生みんなさ癖が強いんだよな。あ現代文の先生、え現代文あ現、うん、現あ現代文の先生現あ何時まで、あじゃあ9時まで配信しよう、えそしたらメール6通送るね。えあのね国語の先生がまた自慢がすぎる。なんかうちの息子は東大に行きました、うちの息子はあのなんか赤ちゃんの頃なんかとか言わないよ、もうねめちゃめちゃ言葉が綺麗よ。なんかは私の口癖ね、うちの息子は東大に行きました、うちの息子は子供の頃布おむつで育てたので東大に行ったんですけど、娘の方はもう布おむつ、おむつなんて大変だったから紙おむつで育てたんですけど、その子もまたどっかの医学部に行きましたすごい自慢がすぎるてそう、まあ私は昔アメリカにいたんですけどうん、そうおむつ布おむつで育てるといいらしいよ。校長先生はなんか顔真似ができる、こんな顔だったの多分、そうこんな顔だったあと誰だろうな、えでも女性でした、布がいいらしい、布おむつがいいらしいよ。あと保健の先生、体育の先生、保健の先生、じゃあ今日も授業やっていくよ本当にこんな感じ、本当に今日も授業やっていくよ本当にこんな感じ、すごいなんか丸した感じ、今日も授業やっていくよ本当にこんな感じ、うん、男性です。あとはあなんかいや癖ないよ、癖ないな、あー政治経済の先生やばかった、じゃあ今日も張り切っていこうじゃないか、えマジでこんな感じ、今日は経済意識政治経済が楽しいな、さあ今日も張り切っていこうバーン、さあ今日はそうだなみたいな、今日は需要と供給についてみたいな、さあ今日もみんな晴れてるね、さあ楽しい政治経済の時間だよ、歩き方がやばい、さあこれそれこれなんかわかるかなこんなんじゃない、歩き方やばいの、胸張りすぎ、のしのし歩く感じ、本当にもうねあの歩き方がもうやばい、まっすぐ歩いてない、もう本当に私図に描くとしたら本当にこの図をずっと描いてた、私はずっと目ばき、マジで煉獄さんだわその先生、マジでこんな感じで歩いてた、さあ今日も授業していくよ、そうめちゃめちゃこんな、まあ、こんぐらい胸張ってた、本当にめちゃめちゃ胸張ってた、本当に全然マッチョじゃない、全然でもすごいかっこいい感じだった、いやマジで煉獄さんだった、よもやだ本当に、ちなみに私政治経済めちゃめちゃ苦手だった本当に
めちゃめちゃ、私実は成績予報だったんですよ。勉強したらテストの点取れるタイプだったんですけど、整形だけ全然80点とか取れなかった。普通70点とかだった。そう、よもやよもやだ。本当に本当にこんぐらいの競ってた。本当に本当にもう名前も覚えてる。あ、ごめんなさい、叩いちゃった。本当にピンクのベスト、あー、着てたかもしれん。本当にやもだ。そう、こんな感じだった。政治経済やばかったな。倫理楽しかったな。倫理、あと誰が、世界史の先生だ。なんかね、世界史の先生は、いや、ここで何々と何々が喧嘩して、いや僕もびっくりですよ本当に。こことここが喧嘩したらこの人殺されたんですよ本当に。もう本当びっくりですよね。それで生まれたのがこういう感じのなんちゃらの変で、いや本当にこういう感じだった。なんちゃらの変は日本しか、いやこんな感じだった本当に。世界史の先生は、いや何々と何々が喧嘩して、本当にもうインドがびっくりしちゃったもんで、こんな感じだった。本当にこんなだった。濃すぎるって本当に。そう、歴史好きなんだろうなーって分かる。世界史の先生歴史好きなんだろうな。いやインド人もびっくりですよ本当に。こんなだった。本当にこんなだった。世界史はそうだな、うん、歴史オタクだったね。でもめちゃめちゃ好きだったその授業、うん、そうそう、あのしかも移動してすごいなんか古い方のがあのなんかそのクラスみたいなとこ行ってなんか授業だったからめちゃめちゃ覚えてる。あとはなんだろうな、日本史世界史行って理科は生物と科学行ったでしょ、物理も行ったでしょ、うん、英語の先生はあの担任の先生だったんですけど、うん、これはねーみたいな。日本語喋る時が癖強いです。これはねーみたいな、これダメねーみたいな、これ大問題みたいな、これ大問題ねーみたいな、これダメね、これダメねーはめっちゃ 口癖でした。これダメねーそう、めちゃめちゃ口癖だった。数学は授業するよみんな席ついてえ、そう、外国の先生だった。そう、アメリカネイティブアメリカ。そう、まあ女性だったんですけど、じゃあみんな授業するよ、数学よ、今日も授業、はいタブレット戻して、はいタブレット見ないよ、ちゃんと教科書開いて、ほらそうか、授業するよ。こんな感じだった。本当に似てる本当に似てる本当に似てる。これ女性でした。そう、何々ちゃんって呼んでた、私も下の名前で呼んでた。だからそう、まだ普通だ。確かにみんなみたいな感じだし、いちごもあるが、もしもし噛みよって似てるでしょ。こういう人いるよね。古文の先生は古文ラップを授業中にめちゃめちゃ、古文の先生はめちゃめちゃ目つぶりながら話します。意図おかしいみたいな。それが1年生の時に、2年生の時がラッキーボーイの人。そう、1年生の時はあの古文の先生女性でめちゃめちゃ目つぶりながら話す。あと古文ラップをめちゃめちゃ、なんか古文ラップを教えてくれた YouTube に上がってるやつなんですけど、忘れちゃったかな。なんか ラヘンはみたいな、ラヘンはヘンみたいな、ラヘンはラリリルレロラロみたいな、そう古文ラップを教えてくれた。そう、それを毎回授業始まる前、英語の歌を、英語の授業の前に英語を歌うみたいなあるじゃないですか。そのノリで古文ラップを授業の前にずっと教えてもらってた。みんなで歌ってた。ラヘンはヘン、ヘヘヘンみたいな、ラリリルレロラロみたいな、ラリリルレロラロみたいな、アリオリサハベリ今そかり、ラリリルレレだ、ラリリルレレだ、ラリリルレレみたいな、そう。いや整形が一番強い。今日も張り切っていくぞー、今日もいい天気だ。もう本当にめちゃのけぞってる。さあこれがこれで、もう覚えてないよね、整形苦手だったから私。そう下辺、そう下辺は辺みたいな、かききくけけみたいな、ほんと、わかんない、かききくけけが合ってるのかわかんないけど、そういうのだった本当に。でもなんか目つぶりながら話すんよ、なんかこれ、しかも目つぶりながら眉毛上げるから、カレンがみたいな、私どう見えてるのかわかんないけど、カレン
このお餅を食べた少年がみたいな、お餅の話だったんだな一番覚えてるの。これがすごい美味しいお餅だったからって食べちゃって恥ずかしくなって出られなくなったよって話みたいな、すごいその話。めちゃめちゃ懐かしい、かしわ餅の話だったかな、忘れちゃった。じゃあお餅の話、そうこんなの、カレー本当にこういう感、本当にカレー本当にこれ本当にそれがすごい可愛らしいお話ですよね、私はこの話好きなんですけどね、こういう感じだ寝てる、やだ、もうついてった、楽しかった。みんななんか確かに癖強いんだな、きっと。もうすごい好きだった、うん。あとは一番覚えてるのは私の授業じゃないんですけど、私が高校1年生の時、高校3年生の担当してた英語の先生、オーストラリアから来た先生かな、そのオーストラリアの先生がかなりファンキーで、なんかその高校3年生のクラスには帰国子女の先輩が2人ぐらいいたんかな。でそれでなんか そういう帰国子女だから英語ペラペラで分かる生徒さんもいるのに、生徒さんなんか急に後から目線生徒もいるのに、なんかそのオーストラリアから来た先生はなんかすごい、なんかおめえら英語もできねえのになんちゃらかんちゃらみたいな感じにすごい悪口言ったらしくって、それでクビになったその帰国子女の先生、帰国子女 の先輩は何言ってるか分かるから、それでなんかクビになった、クソ悪、なんかすごい悪いこと、なんか口の悪いこと言ってクビになったそう、かなりかなり癖強ですね。あとなんだろうな、なんだろうな、それぐらいかも。数学も行ったし、英語も行ったし、国語も行ったし、そう現代文の先生行ったし、そう現代文の先生はすごいなんか人生豊かなんだろうなと思った。なんか人生経験豊か、なんか人間として豊かだなと思った。なんかその先生はその先生の、私その先生の話になっちゃう、私の話じゃないよ。なんかその先生はなんか楽しいよねこの話さ、実話なの。カズさんありがとうありがとう、よかった。その先生の話はめっちゃ面白くって、その先生が友達と一緒に、友達っていうか先輩かな、その先生の先輩と一緒にお風呂に行ったんだ、銭湯に行ったんだって。でそれでその先輩がすごいなんか人の足の股にカポンってするのがなんかすごい好きなんだって。でそれでその先輩が何なんだろうね、なんかカポンってするのが好きなんだって、うん、想像してほしい。これはもう私カポンとしか言わんけど、カポンってするのが好きなんだって。でそれでなんかいたずらでその先生にもその先輩がカポンってして遊んでたんだって。でそれでそしたら人間違いしちゃって、また違う人カポーンってしちゃったんだって。そのカポーンってした相手が全身にもうなんか入れ墨タトゥーめちゃめちゃ、はい、もう掘られてる方で、やべえやべえってなっちゃったらしく、先輩やべえってなっちゃってでそれでやべえなって、どうそのやばい状況を回避したかというと、その銭湯のあらゆるものをなめ歩いて、なめ歩いて、あこの人は頭の やばいやつなんだみたいな感じに、その明らかに怖い人にそう思わせて回避したらしい。よかったよねだから私も、あもしかして、あもし本当にやばいやつ、やばい時は、やばい間違いしちゃった時は、そう本当に頭悪いやつみたいな感じで、そうしよう、回避しようと思った。めでたしめでたしなの、すごいよね。だからそう、それを教わった、かなり教わった、これはねその先生のこの話がめっちゃ好き、うん、この話めっちゃ好き。あとでもその先生、そのこれはちょっとすごい罪悪感の話でしかないんですけど、あ私バレンタインめちゃめちゃガチ勢だったんですけど、その先生に手作りのクッキーだったかなと市販のワッフル入れちゃって、市販のやつも手作りですって言ったのがめちゃめちゃ今めっちゃなんか罪悪感、美味しかったよとか言われて、いや市販だけどなみたいな感じでちょっと悲しくなっちゃった。そうなんかちょっと罪悪感ですね、それはかなりめちゃめちゃ罪悪感で、今も後ろめたい事実なんですけど
言われたことがあるな、あ、 やったことあるな、罪悪感です。ちなみに生物の先生には、あ、送りな、あの、シュークリームを渡しました。本命なのでやっぱりそう、美味しかったって言ってくれました。嬉しかった。そう、いや市販のなのにさ美味しかったって言われて、いや市販手作りですとか騙しちゃったのが、でも先生に早くあの会いたいなって思う、すごい、うん、そう。あとはなんだろうな、そうそうよ、でもそれぐらいかも。体育の先生、あ、激キモなんかすごい、なんかすごいあのドン引きエピソードみたいなのがすごい流行ってましたな、私のクラスで。なんかあの、その体育の先生はバスケットボール部の顧問の先生で、で私のクラスメイトはバスケットボール部のマネージャーさん、マネージャーしてたんですけど、でマネージャーしてて、なんか体育のなんかそうドン引き聞き気も案件なんですけど、これはなんか体育のクラス、体育の先生の部屋から外見れて、でそれでマネージャーの2人がこうやって歩いてたら、あーみたいな、先生終わりましたみたいな、今外周が終わりましたみたいな感じで、たら分かったみたいな、分かった、お座り待てって言って、先生来たらしいです。降りてきたらしい、お座りって言ったらしい、お座り待てこれはちょっと激ドン引き案件ですね。そう、それ見て私たちはキャーって言った。そう、いや、お座り、え、待て、い、犬そう、それでちょっとなんかちょっとざわつきましたね、私のクラスは、うん、それぐらいしかないかも。そう、ちょっと犬扱いみたいな、え、みたいな、少女漫画の見すぎみたいな、あの3回回って お手からワン、お手してワンだなみたいな、ん、お座り、ま、待て、うん、少女漫画 あのヒーローしか許されないタイプの言葉ですねって感じだった。そう、困惑そう、みんな困、え、そう、困惑したらしい、うん、安西先生がいいですね、うん、そう、お座り待てじゃないでもそれぐらいかも。体育の先生は家庭科も言ったしな、家庭科の先生はすごいなんかあの男子生徒にデレデレタイプでしたねよかったな、うーん、それぐらいだな。でも癖強いよね、私のクラス。やばいよ、もう9時になっちゃった。私もうほら、お風呂入って寝なきゃお風呂入って寝なきゃ、ほらみんな、私メールあと6通も1時間で送れるかな。もうこんぐらいですね、私のクラス。すごい、もうこれがあっての工藤理子です、本当に。だから工藤理子こんなになんかすごいんですよ、きっと。なんか初めて見る人種って言われる。もう楽しかった。まだあるかも、でも探したらいっぱいある。うん、ね、確かに、癖強でしたね、内容が濃かったねでもお風呂から配信してもいいです。ダメだよ、命の洗濯に行かなきゃね、みんな。今日はすごい朝から楽しかったです。エピソードトーク濃いね、私の人生濃いかもしれない、いろんな人に会ってる。でも今も、うん、今の高校の話すごい、あの今の高校の、え、本当滑らない話でできる、本当。でもすごい、あのすごい今もいろんな癖の強い方とか、あの癖の強い方とか、皆さんとお話ししたり会ったりしてて、すごいいろんな、私今までの人生、ちょっと今締めのトークですから、コンクルージョンですから、あの いろんな人に会って、いろんな価値観を得て、いろんな考え方を育てて、価値観を育ててられるのがすごい嬉しいです。このアイドルという職業もいろんな人に会って、いろんな人とあの話して価値観共有できるじゃないですか。だから 人としてすごい成長できてるなといつもいつも思ってます。皆さんありがとうございますしまったいいね、深夜ラジオとかいいな、したいな。私でひたすらマシンガントークする配信、あのラジオいいですね。あ、のりみおさんいいね、ありがとう。小型ペンギンさんいいね、ありがとう
ハルルンさんいいね、ありがとう。面白い。また猫ハジャ先輩の話したらまた長くなっちゃうので、この辺にしておきます。ありがとうございます。いい話ですね。深い、めっちゃ深いね。りょうじいさんありがとう、ありがとう。ではほんとしまったよ。あ、カピバラ美脚千万里ありがとう。いや皆さん本当に私と楽しい夜の時間を過ごしてくださって本当にありがとうございました。確かにもうね、アメリカの話したら本当に1週間ぐらいずっと話せると思う。めっちゃ楽しかった。楽しいよ。なんかホストファミリーの癖も強かったからね。そう、マザーが強い、マザーが強すぎた。セイリュウさん、リュウセイさんだった。もう完全に感動しちゃった。リュウセイさん結婚して、またちょっと考えちょくわ。うん、ありがとう。今もう配信終わろうとしとるからちょっと考えちょくわ。ありがとうございます。くどりこのオールナイトニッポンいいね。もしできたらアメリカの話もまた面白いよ。めちゃめちゃ楽しい。いっぱいいっぱいまたエピソードトークしましょう。皆さんありがとうございました、いっぱい話してくれて。また崩落まんじゅう食べます。福岡行くね。配信楽しかった。本当に皆さんといっぱい話せてよかったです。本当にありがとうございます。深夜ラジオのレギュラー妥協待ち。じゃあ皆さん、私が妥協したらもう本当に拾ってあげてください。ありがとうございました。神回だった。皆さんすごい、7207人の皆さん私の配信見てくださってありがとうございました。じゃあ壇上の方をお呼びいたします。次回のエピソードトークもお楽しみに。ルームのフォローして待っててください。あとお話し会とかも待ってます。お話し会で2人でいっぱい話したりしようね。じゃあね、りょうじいさん、いたきさん、たっきーさん、もびさん、ももっぴさん、たかゆさん、いちるさん、ディーさん、ばぼーさん、ちゅるぎさん、しゅうりやさん、りょうさん、ぽむさん、えーさん、あゆみさん、かみりやけいさん、みわさん、あやとさん、フォーユーさん、ひまわり29さん、こがたペンギンさん、のりみおさん、なべさん、ただちーさん、うまひとすじさん、くまけんさん、のぶあきさん、フェリスさん、ナポリンさん、きよにーさん、ようくん、すたおちのおひさまさん、はるるんさん、そして本日の秋元先生枠は、なべなべ所長先生です。ありがとうございます。いっこうさん、人生方向さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はマリさんでした。マリさん来てくれてありがとう。気をつけて帰るんだぞ誰目線。そして第2位はりょうたくん。りょうたくんありがとう。りょうたくんも来てくれてありがとうね。タワーもマリさんもタワーありがとう。りょうたくんもタワーありがとう。りょうたくんも気をつけて帰るんだぞそして第1位はねっちゃんでした。ねっちゃんもタワーありがとう。本当にあの私のことを 見つけてくれて本当にありがとうね。ありがとう。私の配信を見てくださっていっぱいコメントしてくださったり星投げてくださったりね、本当たくさんありがとうございました。フォローありがとうございます。嬉しい。ストーチのおひさまさんありがとう、ありがとう。すごい楽しい、楽しかったです。皆さんコメントとかいっぱいしてくれて嬉しかった。あ、ケライのお支払いとマイカーの公演申し込みイエイ、よろしくお願いします。マイカー公演待ってます。3月19日、美穂の卒業公演になるんですけど、私も出演させていただけるので、私の有志なのかな、見たいなって思ったらぜひよろしくお願いしますじゃあね、みんな四国とマイカーの対バンもあるのでぜひよろしくお願いします。いや素敵な土曜日の夜でした。私も楽しかったです。ありがとうございました。お笑いライブを見てる感覚に近い。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。いっぱい私おしゃべりなんですよ。うん、知ってるよねみんなありがとうございます。じゃあこの後はちょっと6通メール送るので、まだリコチメール受信してないよって方は受信考えてみてもいいかもね。じゃあね、かっこつけた。じゃあねみんな、またいっぱいお話ししようね。お風呂は今から入ります。命の洗濯行ってきます。目頭かく、メイク落として、今日買ったあのなんかスキンケアの商品とかも使おう。で明日は、この靴下履いていく。じゃあねみんな、私の配信見てくださって本当にありがとうございました。じゃあね、ありがとう。録画型 STU 大学生兼任してほしい。やばい、もう肩書きの渋滞、えぐ。あ、何今の粗品さんやりたかったけど全然できなかった。じゃあねみんな、私の配信見てくださってありがとうございました。 STU48 2期生の山口県出身リコチこと工藤リコでした。じゃあねバイバイ。たくさん寝るね。明日も朝8時から配信します。あさりこちします。じゃあねー。
おやすみ。ほうらくまんじゅうの夢見るね。おやすみ。